浅妻徹の22時から朝食を。どうも、浅妻徹です。この番組は平日の22時に浅妻徹の出来事、考えていること、妄想、想像トークをお届けするラジオポッドキャスト番組です。これを聞いて寝るのもよし、もう一頑張りするのもよし、好きな時、好きな場所でお付き合いください。先日事務所に行きまして、簡単な打ち合わせと、あとはやっぱ演技をねやりたいなということで、演技レッスンを受けに行ってきましてですね。でマネージャーとちょっと喋ってて、あーこんなこと面白いよねみたいな、まあ最近の、まあ、雑談だったり、あラジオまた聞いてるよみたいな話を、まあ、してたんですよ。でしたら、あそうだ、ちょっと忘れてたものがあってさって言われて、マネージャーにね、え何ですか、ちょっと来て、これなんだけどさ、6月と7月の消印のお手紙をいただきました。早く渡してくれえ、いただいたお手紙を無事受け取りましたね。ちょっと前に出してくれたと思うんですけれども、僕のせいではありません。事務所のせいです。ちゃんとでも届きましたから、ありがとうございます。読ませていただきまして、もう本当にお手紙、僕のメンタルを向上させてくれるアイテムなので、はい、支えられているなと常日頃感じております。ありがとうございます、いただきました。まあそして演技レッスンやってたんですけど、まあいろんなね演技やってたんですけれども、まあある台本があって、で泣くシーンだったんですよね。うん、すごい我慢して我慢して耐えて耐えて、最後のセリフでガーッと感情を爆発させるみたいな、まあそんなシーンだったんですけど、だからもう自分の場合になって、もう必死で耐えて耐えて、もう涙腺ガーッてうるうるで、もうこぼれ落ちてしまいそうな、あと少しで滝のように出てくるぜ、もうちょっと汚い話、鼻水出てるぜっていうぐらいもう耐えてたんですよ。最後のね相手のセリフを受けて大号泣したんですけど、その耐えてる時に全身にあまりにも力を込めすぎてたんですよね。うん、はいカット、いやよかったよっつ、したらもう全ての筋肉が悲鳴を上げてたんですよね。右肩、左肩、腰、脇腹、両サイド、そして足、同時に釣りましてですね全身がバキバキバキってビキビキビキって同時に釣りました。けど前に出てるところから引っ込まないといけないので、必死で老体に鞭を打ちながらじゃないですけど、必死で歩いて下がりましたけど、やばいですね人って、全身がつるってのは危なかったよ本当に。でなんか変な癖もできちゃってるからさ、何もしてないのに急につるのよ、つり癖ができちゃったんだろうね。えなんでこんなタイミングで右のふくらはぎがつるのみたいな、あの二の腕のあの脇のちょっと上ぐらいがつるのみたいな、こんなところに筋肉あるのっていう場所がつったりしますからね。いや怖かったですね、まあ、なんとか無事に今治りましたけど本当にあの運動不足は気をつけないといけませんね。たくさん水飲みなって言われましたけど、その日ペットボトル2本飲んだ上でそれですからね、恐怖でしかありませんでした。皆さんは急な号泣シーンが来た場合は程よく力の調節をしてください。うん、急に全身がつることになりますから。というわけで今日はここまで。またお付き合いしてくれたら嬉しいな。明日もいい日になりますように。ファイト。